バニラスカイ。女の子。ハピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、もう何回目って感じになりましたが、とても嬉しいです。お、皆さん今声聞こえましたか？今夜はゲストっぽいゲスト、イッシー登場、イエーイ、イエーイ、こんばんは、ゲストっぽいゲストのイッシーですたまに喋りますので、たまにね、はい、イッシーとは、私のサウンドプロデューサーでございます。ギタリストでございます。ようこの今夜もお届けする楽曲のギター、めちゃくちゃかっこいいのはイッシーのおかげです。ですがラジオではとても雑です。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。え、なんか俺雑な扱いされるんだなっていうの分かってる石井さんですが、黙っちゃった、はい、石井さんよろしくお願いしますということでですね、今夜も楽しく仲良くお届けしたいと思うんですけれども、まず1曲目、この曲は私の大好きな曲でございます。キス&ハグという中と牛の歌をねお届けしたいと思います。いい曲ですね。いい曲ですね、うん。この曲はね、最初イッシーさんがなんか今っぽく言葉数が多い曲を作ろうみたいな話でね、うんうん、で明るくてね、そうそうそう、でそっからヨーコも今っぽいってなんだろう、あ、そっか、なんかミュージックビデオとかいろんな人がいっぱい出てきて 踊り出すイメージかなっていう気持ちで昔書きました。なんかすごく、うんうん、ミディアムな感じで、うんうん、ミディアムテンポで、うんうん、跳ね系で、うんうん、まあみんなで手拍子しながら、そうね、ね、うんうん、っていう感じの曲だもんね。そうですね、はい、なんかどっちかといったら歌いながら手拍子してほしいなって思っちゃうんですけど、うん、まあひとまず聴いていただいて一緒にピースフルな気持ちになってもらえたらと思います。ではお聴きください、キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。ソロかっこよかったでしょう、うん、かっこいいですね、かっこいいですねで自分で言うのもあるんですよ。そうでもね、いつもこだわって演奏してくださってて、嬉しいです。私の大事なギターソロなのでね、かっこいい、もっともっと皆さん堪能されてください。ヨコのオフィシャル YouTube にねミュージックビデオも載ってますんで、発信してますのでぜひご堪能ください、お願いします。では早速いきましょう、今夜のハピモノ。ハピモノの時間がやってまいりました。石さん、なんかハピモノありますか？はい、ハピモノ、ハピモノ、そうですね、すいません、申し訳ないですけど今週はなんかあんまりハッピーなことはなかったような気がしますあれじゃないですか、その、うん、なんていうの、うん、ハピモノがないっていうくらい潤ってるってこと、うん、そうそう、あ、そうですね、うんうん、いいですね、そういう、うん、それがじゃあハピモノですね。きっといい大人だから言えないことがいっぱいあるんでしょ。あります、ありますね、うん、じゃあヨコが言えるハピモノを
代わりに、はい、石井さん言えないハピモノばっかりってなんかいやらしいな。じゃあ俺ハピモノ言いましょうか。ハピモノってハピ、あ、どうぞお願いします。今日の陽子のハピモノありがとうございます。笑っちゃった。陽子のハピモノはですね、聖火リレーです。お聖火リレーでね、あの日本全国もっとさ、こうなんていうの、自粛ムードじゃなくてウェーイってこうやりたかったはずなのにさ、うん、だけどね、なんていうのかな、いろんなところで聖火リレーにぎわいましたけどね。私ね、あの鹿児島は4月27、28の2日間に分けて、で今年は、今回はか、離島もね、あの含まれたんですよ。鹿児島って離島、島が、島国でもありますからね。そしたらさ、ね、あ、沖縄も島なんだけど、ごめんなさいね、沖縄の皆さん。そう、私はね、もう島が大好きで、だから沖縄も大好きなんですけれども、そういう陽子がですね、あのたまたま、あの天文館、まあ、鹿児島の繁華街、鹿児島市の繁華街の天文館をね、横断歩道を渡りたかったんですよ、7時前に、うん、そしたらね、交通規制にかかってて、ちょっと押したのかな、時間が、うん、で、ちょうど聖火リレーが見れたんですよ。もうよかったじゃないですか。よかったんですよ、ね、そう。そしたらね、県の報道されてるニュースとかも、うん、で私があの知り合いから聞く話とかもね、世代を超えてね、楽しみにされてた聖火リレーなんだなと。でさ、私たちの世代っていうのはもう SNS は当たり前だし、で10代、私は30代だけど、石井さんもそうですね、50代60代前半、まあ、ごめんなさい、うんうん、あれだけどね、まあ、60代の方もさ、携帯をお持ちですよ。ただ私のね、おばあちゃんおじいちゃんっていうと80代なんですけれども、さ、やっぱりなかなかこう携帯って言ってもガラケーだったりとか、うん、で見に行きたいと思ってもニュースでリアルタイムで見るっていうのはテレビだから、YouTube とかの生配信じゃないから時間差があるでしょ、うん、だからみんなこう見に行きたいって思った時に、うんうん、島の方とか、そして天文館でもちょっと家からほら娘さんに一緒に行こうって言って行ける距離だったりとかで感動される年齢層、うん、聖火リレーがハッピーにする年齢層って幅広かったんだなっていうのを知ったんですよ、うん、そうだね、うん、生きてる間に2回見るとは思わなかったとかさ、うんうん、なんかわざわざ見に行く、そして感動する、感銘深かったとかいう、うん、そういう儀式、ね、そうそう、私たちはなんて浅はかなんだろうって。だってさ、道路渡れないから30分ぐらい拘束されて困ったのよ実際、うんうん、なんだけど約束も守れなかったしね、うん、待たせたし、だけど、うん、そこじゃないよねって、なんか世代を超えていろんな人にね、こう力を与える聖火リレーってすごいなっていうのを私は思いました、うんね、今コロナ禍でいろいろね、いろんなことを言われる中で、ああいう聖火リレーを見れたのは良かったね、うん、そうそう、ちゃんとできたことがね、うん、でね、聖火リレーはさ、多分検索したらいろんな人が写真とかアップしてると思うんだけど、うん、あのね、何台も目の前にこう車が走ってて、で一番最後鹿児島の場合はパトカーで締めてたんですよ。だからね、ちゃんともう危なくないように徹底的に ね、 ね、サポートされて、そうそう、うんうん、でさ、またさ、悪いことをする人がいない日本っていうのが素晴らしいですよね、うん、ね、これがさ、あの足当たりだよね、そんなことしたら、ね、そう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 、日本のね、素晴らしいこと、うん、だって危なくないもん、うん、うん、もう当たり前であってほしいけど、他の国は違うでしょ、うん、やっぱり徹底的な SP とかいるでしょ、うん、分かんないけど言いますよきっと、うんうん、だけど日本はさ、あんだけ、まあ、私は生で見たからだけど、距離を保ってね、うんうん、守るって言っても結構なパレード距離だったんですよ。そうだよね、うん、やっぱこういうのね、普通さ、守るならさ、もう近くになるじゃん、うん、なんていうの、詰めない、缶を入れない、間髪入れないみたいな感じだけど、うんうんうん、結構なゆとりを持っての行列だったのでね、パレードだったので、うんうん、ああ、ね、日本って、そう、そういうの見れて、そうそう、日本は平和だな、よかったなと思ってね、うん、そう、もうね、本当、うん、コロナじゃなければもっと沿道にもお客さんたくさんいらしたんだろうし ね、 そうですね、盛り上がったのかもしれないし、そうですね、うん、盛り上がりがもっと、まあ、しょうがないですけど ね、 ね、うん、まあ、でも、うん、なんかこう私は先輩方もね、うん、多くの先輩方も喜んでくれる聖火リレーは素敵だなと思いました、うんうんうん、ということで、陽子のリアルなハピモノ、ハピコットでございました。聖火リレーじゃんじゃん。
ではこのピースフルな気持ちのままでね、一曲お届けしたいと思います。ヨーコのアンフィニッシュドストーリー、お聴きください。一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下、大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく、何度立ち止まっても石さん、この曲もギターソロ完璧ですよね。もうこれはライブでも全く同じように弾きますね、うんうん、まあ、基本的にギターソロはその曲の一部としてちゃんと作曲してるので、うん、やっぱりね、どうしてもこのサビがあってギターソロになったこのフレーズっていうのがもう自分の中でも当たり前になってるので、ですよね、ほぼ毎回同じことをやります、うん、そうです、ね、雰囲気はね多分毎回違うと思うけど、うん、あのさ、皆さんにさ、撮ってギターソロって何ですかって言ってもピンとこないと思うんですけど、うん、当たり前にね、多分みんなの中に入ってると思うんですよ。この曲はこういうメロディーだったとかさ、例えば前奏とかさ、うんうん、間奏とかにあって、なんていうの、よく覚えて、あの歌詞とかじゃなくて歌えるメロディーってあるじゃないですか、うん、
まあ、それが陽子の曲の特徴はギターソロにあるっていう感じ。ギターソロにもあるって、ね、ギターソロにもあるね、うん、そう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 、そうやっぱりギターソロって僕は好きで、うんうん、今の音楽にはギターソロはほぼ入ってないのばっかりなんですが、ねえですね、もうあえて入ってない、うんうん、あえてやっぱりギターソロっていうのは何かのソロですね、ギターだけじゃなくても、うんそうね、必ず僕は入れるようにしてます、アレンジでは、うん、私もあの石井さんにもうギターソロ絶対入れてくださいってお願いしますね、うん、なんかさこの間石井さんの先輩の原口さんとお話ししてた時に、うん、あと塚さん兄ちゃんとお話ししてた時にね、うん、あの今のそのギターソロがないのは私はちょっと悲しいなっていう話になったら、うん、それはそれでいいんだと、うん、確かになと、うんうんうん、なんかそれはそれでいいし好き好きだからね、うんうん、だけど私の中でさこう、うん、あまりにも自分はこうあるべきだってちょっとこだわりが強かったのかなと思ってね、うんうん、そこはねあ今の音楽は音楽でちゃんと受け入れなきゃ、今ほら音楽ってもうリズムとかグルーブとかも全体を含めてだから、うんうん、まあね、その中にメロディーがあったりとかする曲もあるし、どっちかって言ったら視覚のも聞くものじゃなくてさ見るもの、うんうん、そうだね、 YouTube とかがあるからだよね、うん、そうそうそう、昔はなかったから、そう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 、そう聞く方に重きを置いてたけど今見る方から入るから、入るからね、うん、まあそこもそれはそれでいいことだと思ってるし、うん、そうだね、うんうんうん、まあいいんですけどね、うん、だから私もこんな言ってますけど、もううちの娘のために BTS のグッズを買いますよ、今度誕生日だから、うん、あらそれ喜ぶね、そう石井さん、そうそうそう、石井さんもね気にかけてくださりいつもありがとうございますですが、うん、もうね本当なんていうのかな、私はそういうグッズとかを見て自分のグッズじゃあこれを作ろうとかね、そういう勉強はしますけど、うん、なかなかね歌に関してはねこういう曲作ったら流行るのかなって思うけど、陽子じゃないのかなと思っちゃうんですよね、うんうん、今もうだってさ、うんうん、もう正直自分なりの意見だけど、うんうん、聞いてても昔みたいにうわーっていうのっていうのはあんまりないし、うんうん、こう自分がね変わったのかもしれないけど、うんうん、いやあれですよ、この曲カバーしたいっていう思う曲がなんか少ないんです、だからやっぱ時代は遡っちゃうんですよ、うん、そうだよね、うん、うん、確かにやっぱりその人が歌ってその人以上のなんかが出る人もいるしさ、うんうんうん、そういうのはいいと思うけど、そうそうね、ありますよ、だってだから結構昭和歌謡をカバーした時に、うん、あの私だったらもうあのねお仕事でお世話になってる方が、うん、昔この人をね、うん、あのサポートライブでしましたと、うん、ですごく懐かしく思ったって、陽子さんありがとうとか言ってもらうとさ、本物知ってる人からさ、うん、喜んでもらうとさ、うん、なんかまたそこはそこで感慨深いしね、そうだよね、うん、ずっとねいい曲って名曲ってずっと語り継がれていくけど、うん、最近のねこの、まあ、時代ですよ ね、 時代でどんぐらいまで残っていくのか楽しみ、そうね、うん、確かに、だって音楽の教科書にどうやって残っていくのって話ですからね、うんうん、まあね、うん、先々もっといい曲もたくさん出てくるんだろうし、私と石井さんが肺と骨になった時に、うん、どんな曲が残ってるのか、そうだ、空から見てみましょう、ね、まあそんなね、うん、あのそんな私たち話し始めたらもうキリがないのでね、でメッセージいただいたので紹介したいと思います。陽子さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。あなたのカズさんです。先週に続いてまたお便りしました。今回のリクエストは花をお願いします。この曲の一番好きなところはイントロです。いつもワクワクドキドキします。歌詞も和風で着物姿の陽子さんのイメージが強い作品ですね。前回は片しぐれを映画のシーンにぴったりと言いましたが、この曲は着物の CM のイメージですよね。着物のモデルもされている陽子さんですから、いつかコンサートかミニライブで着物姿でぜひこの曲を歌ってください。楽しみにしています。この番組も1月から始まってもう4ヶ月過ぎましたね。あっという間ですね。ずっとずっと続けてくださいね。メリークリスマスとかハッピーニューイヤーとか、またハッピーバースデーとか、陽子さんやラジオを聴いている皆さんと一緒にお祝いできるのを楽しみにしています。朝は寒くて昼は暑くと温度差が激しくて疲れますよね。体調に気をつけて頑張ってくださいね。それでは失礼します。カズさん、今日もありがとうございます。嬉しいですね。いつもね、うん、本当ありがたいですね。来週も待ってますそうね、あの花という曲、この曲はキモノードというね着物ブランドのモデルをしたことがきっかけでイメージソングとして制作しました。
でね、このライブで来てほしいと言っていただいて嬉しいんですけれども、結構来てましたよね、着物ね、うん、そうですね、うん、だからライブのその昔の写真とかを遡ったり、あ、ホームページようこ yokojapan.com でね、ようこ japan.com でホームページ見ていただけるんですけれども、そちらも着物の写真とか上がってますんで、ぜひ楽しんでください。石井さんはね、よくね、私が着物にこだわってね、ライブでさ、途中で衣装チェンジするから、うん、最初着物着たいって言ったら、いつもね、いつもだよ、あの演歌歌手みたいだからって言ってましたよね。あ、そう、うん、お前演歌歌手みたいだから着物ばっかり着てもねって言われてあーって言いながらいつも着てましたけど、言ってましたよ。ひどいこと言ってましたか。ひどいっていうか、最近そのなんだろう、私が逆に着物ばっかり着てると、うん、そのイメージはなくなったって感じですけど、うんうん、最初 CD2 枚目の CD に花は収録してますから、うんうん、その頃はね、うん、もう CD そんな出してないのに、自分の曲が少ないのに着物ばっかり着てると、そうね、イメージが、そう、イメージが固まっちゃうっていうのがね、そうそうそう、多分心配したんだろうね。そうでした、そうでした。だからね、お前なんて言われたことありません、陽子と、うんうん、あ、違う、陽子ちゃん、陽子ちゃんですよ、うん、石井さんの、そうそうそう、呼び捨てにしたことない、うん、ないですよ、うん、石井さんのお母さんが陽子さんだから呼び捨てできないって言ってね、うん、個人情報、そうそう、石井さんのお母様のおかげで私は呼び捨てされておりません。着物は、これからも着たいですね、うん、宝山ホールっていうね、あの1500人入るホールでライブができる暁には着たいですね。ただね、早着替えが大変なのよね、うん、まあ、それも楽しみの一つとしてちょっと期待してくださいね。カズさん、お願いします。ではリクエストいただきました、花、お聴きください。
今週は楽しくイッシーさんとお届けしたバニラスカイ、皆さんのリクエストやメッセージ大募集してます。お待ちしております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお待ちしてます。来週もゲストっぽくイッシーさん登場してくれる予定なので、ぜひねメッセージくださいね。そして私たちメッセージがない限りは延々と皆さんには分かりづらい音楽談義をしてしまうかもしれませんので本当に助けてお願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。では皆さん、今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。約束ですよ。それでは一緒にせーの、バイバイハッピー。